今回は宇宙探査史に残る偉業、 NASA と ESA が共同で行った土星探査ミッションカッシーニホイヘイズについてご紹介します。宇宙の深淵を目指したその旅路、そして人類に新たな発見をもたらした感動の物語です。1997年10月15日17時43分、フロリダ州からタイタンロケットが打ち上げられました。目的地は太陽系で最も美しい惑星といわれる土星、そのミッションを担う探査機カッシーニがいよいよ旅立った瞬間でした。カッシーニは土星とその衛星を詳細に観測するために開発された NASA の探査機です。全長 6.8 メートルという巨大な機体にはカメラ、分光計、磁力計など多様な観測機器が搭載されていました。これらの機器で土星系の謎を解明することを目指したのです。カッシーニにはもう一つ重要な使命がありました。それがESAが開発した着陸機ホイヘイズです。ホイヘイズは土星最大の衛星であるタイタンに着陸し、生命の可能性を探るためのデータを収集するというミッションを抱えていました。地球を離れたカッシーニは太陽系内の惑星を利用して軌道を調整するスイングバイという方法を使い、目的地へと向かいました。金星で2回、地球で1回、木星で1回のスイングバイを経て、カッシーニは土星への長い旅を続けました。2004年7月1日、ついにカッシーニは土星周回軌道に入りました。そしてその数ヶ月後、2004年12月25日、ホイヘイズはカッシーニから分離され、タイタンの大気圏に突入したのです。ホイヘイズはパラシュートを展開しながらタイタンの厚い大気層を降下していきます。2005年1月14日、ついにタイタンへの軟着陸に成功したのです。一方、カッシーニは土星の輪や衛星を次々と観測し、驚異的な発見をもたらしました。例えば、土星の衛星、エンキラドゥスです。エンキラドゥスでは、南極周辺から水のプルームが噴出しているのが確認され、氷の下に広がる可能性のある内部界の存在が示されました。この内部界には生命が存在する可能性があり、エンキラドゥスは宇宙探査の新たな焦点となりました。2017年、カッシーニのミッションはグランドフィナーレと呼ばれる最終フェーズに突入します。これまでにないほど土星に接近し、その輪の間を22回通過するという壮大な挑戦でした。この挑戦の最終段階では、カッシーニは自ら土星の大気圏に突入し、ミッションを終える計画が立てられました。地球の微生物が付着している可能性があるカッシーニを、生命の可能性がある衛星に衝突させないためです。2017年9月15日、20時55分、カッシーニの最後の信号が途絶え、20年にわたる偉大なミッションが幕を下ろしました。カッシーニが残した膨大なデータは今なお解析が進められており、土星系の新たな発見をもたらし続けています。これからもカッシーニの功績は宇宙探査の未来に貢献し続けるでしょう。